日本企業が中国との価格競争に敗北して撤退しただけじゃないのか？どうして中国の製造業が崩壊寸前になるんだ？大手日系企業の中国撤退は英断だ。近年、中国市場から撤退をする日系企業が増えています。その中には大手企業も多数存在し、日本の大企業として有名な京セラの撤退は大きな話題を呼ぶことになりました。格安な中国メーカーとの価格競争に負けたからだという主張もされていますが、京セラ以外の海外企業も次々と撤退している状況です。かつては世界の工場とも呼ばれていた中国の製造業は今や崩壊寸前だと言われています。一体何が起こっているのでしょうか。その驚愕の事実は皆さんにとってもすでに人ごとではない衝撃的なものです。ぜひ最後までご覧になってその真相を確かめてみてくださいね。1、中国で安価に生産して海外に輸出するビジネスモデルはもはや成り立たない？京セラの英断とは。京セラ株式会社は京都市伏見区に本社を置く電子部品、半導体部品、情報機器などを製造する大手電子部品の電気機器メーカーです。日本国内の電子部品業界でトップの売上高を誇っている大企業として有名ですよね。中国では上海、天津、東莞、珠海などを生産拠点とし、主にセラミック部品、電子部品、半導体部品、自動車部品、機械工具など幅広いビジネスを展開していました。これまで積極的に中国での製造を行ってきた京セラですが、2021年11月に江蘇省の液晶ディスプレイの工場を閉鎖したことが話題になりました。2023年には中国の天津地域にある自社太陽光パネル工場を閉鎖しています。この天津の工場は2011年に完成されたもので、当時の生産能力の約 3.5 倍の電力を生産することができると話題になりました。この太陽光パネルの生産を中国から撤退した京セラは、生産拠点を国内の滋賀県のみに縮小したため、このまま縮小してしまうのではないかという心配の声も上がりました。実際はパネル本来の耐久性や信頼性、保証内容などは優秀と高い評価を得続けています。特に価格以外の付加価値が非常に高く、購入するメリットが十分にあると思われているようですね。これからますます革新的な太陽光発電事業を精力的に行う方針なのだそうです。2024年には中国で行っていた電動工具生産の一部をベトナムに移管することが決まっています。もちろん生産が終了したからといってサポートまで打ち切り、関係をすっぱりと断つというような無責任なことはしないようですが、京セラはこのように中国から次々と撤退を進めています。その理由は複数あると言われていますが、京セラの社長は、中国で生産して海外に輸出するというビジネスモデルがもはや成り立たないという理由を主張しています。中国とアメリカの対立が強まっている影響で、アメリカでは中国製品の輸入の規制が行われています。アメリカの対中政策により、中国は輸出用製造拠点としての主導的地位を必然的に失い、今後中国で機器を生産することは事実上不可能になると見られている状況です。コロナ禍の際に上海のロックダウンの影響で多大な損害を受けた企業も存在します。世界を相手に輸出するための商品を扱っているというのに、こんな事態が起こる可能性のある場所での製造はデメリットしかありませんよね。こうした現状から、中国から撤退する企業は後を絶たないと言われています。2022年時点で拠点の閉鎖などを行い、撤去・所在不明となっている企業は2176社、
倒産・廃業が報告されているのは116社です。合計すると驚くべきことに2292社もの企業が中国から撤退しているのです。中国進出の最も多かったと言われている2012年には1万4394社が進出していましたので、10年ほどでかなり状況が変化したことがわかりますね。2、これまで中国に依存してきたアジアの国々が次々と中国から撤退する現状。中国から撤退している日本の大企業は京セラだけではありません。ソニーは2020年中国でのスマートフォンの生産を停止していますし、三菱も太陽光パネルの生産・販売事業から撤退しています。パナソニックは2021年に液晶テレビの製造を停止し、太陽光パネルの生産も撤退。セコムも中国でのセキュリティサービス事業から撤退しています。他にもキヤノンやブリヂストンなど誰でも一度は聞いたことのある有名企業が撤退や事業縮小を図っているのです。これだけの大企業が次々と撤退しているのであれば、かなりの影響があるのではないかと予想されますよね。実は日本企業が海外に進出している拠点数が最も多いのは中国なんです。経済産業省の調査によると、2022年にはおよそ3万ほどの拠点があります。2位のアメリカは8000ほどの拠点と意外に少なく、約2万以上もの拠点数の差があるようですね。中国は日本企業の海外進出先の4割以上を占めているんです。最も多い業種は製造業で約5000社、次に卸売業・小売業の約1500社が続きます。中国市場の大きさやこれまで築き上げてきた生産体制は無視できないものであるということは否定できないでしょう。中国に依存している国とされるトップはベトナムです。次いでインドネシア、タイ、韓国、マレーシア、日本、フィリピンと続きます。つまり東アジアや東南アジアなどの中国周辺の国々は世界の中でも中国依存度が相対的に高いのです。これまではそうした状況でしたが、近年の日本や他の国々は今後も脱中国依存を進めていく企業は増えていくと言われています。次にお話しするとんでもない事情を知れば、皆さんもそんな状況に納得されると思います。3、安価な人件費や莫大な市場。これまで築き上げられた実績を覆してでも中国から逃げ出す理由とは？中国はかつて有していた製造を行うメリットを失い、今や多数のデメリットを抱えるようになってしまっています。かつての中国は国の経済を発展させるために海外の優れた技術を学びたいと考え、海外の企業を呼び込み多くの工場を作りました。そして農村部からの出稼ぎ労働者という安価で豊富な労働力を生かしたのです。しかし急速な経済成長を果たした現在では人件費が著しく上昇しました。最低賃金が最も高い上海市では10年前に比べ約2倍もアップしているのだそうです。今や中国の人件費は地域によっては日本と変わらない場合や日本以上にコストがかかる可能性まであるのです。円安の影響によりドルと同様に中国元が高くなっている影響も大きいでしょう。文化や習慣の違いやコミュニケーションの取り方、ビジネスに対する考え方の違いなどから生じる様々なトラブルを考えると、あまり魅力を感じられなくなっていますよね。さらに問題となっているのは知的財産権の侵害です。中国は模倣大国と言われ世界から批判を受けていることをご存知の方も多いでしょう。技術の盗用を厳しく取り締まらず野放し状態になっています。
中国の相手企業に技術を教えたら1年も経たないうちに模倣品が世界中に流通しているなんてことは当たり前のように起こります。防犯や技術流出の防止といった観点から中国で事業を行う場合や撤退する場合には複数の申請や審査が求められることになります。そのため他の国と比較すると手続きにコストや手間がかかる可能性があります。また中国では996問題と呼ばれる働き方が問題視されています。朝9時から夜9時まで週に6日間働くという過酷な働き方に批判が集まっています。この表現は若いプログラマーたちがウェブ上でこの問題を告発し、メディアなどでも取り上げられるなどして注目が集まりました。ウイグルでの人権問題も話題となり、非難の対象となっていることをご存知の方も多いと思いますが、国際社会としては労働者に過酷な状況を強いた上で利益を上げようとする企業を野放しにしている状況を無視するわけにはいかないですよね。そして極めつけとも言えますが、中国には2010年に設定された恐ろしい法律があることを忘れてはいけません。4、中国で制定されたとんでもない法律。中国外にいる私たちにも無関係ではないかもしれません。国防動員法と呼ばれる中国の法律をご存知でしょうか。簡単に言うと、国家の一大事には中国政府の命令に従うことという取り決めです。中国が有事だと判断した場合、中国に進出している外資系の企業もすべて中国共産党の管理下に置かれてしまうことになります。たとえ日本の企業だったとしても、中国に進出していれば資金や生産した商品もすべて中国のものになるというのです。京セラの持つ複合機などに使われているような高い技術が軍事に転用されてしまう恐れもあります。自らの意思でなかったとしても破壊活動に手を貸すことになるのは避けたいものです。撤退表明をした企業は勇気ある撤退表明だと言えるでしょう。日本の大手メーカーが次々と中国離れをしていき、大手日系企業の英断が世界中から称賛の嵐を受けているのにはこのような背景もあるのです。より豊かな生活を願って開発された技術が軍事的に利用されてしまうなどあってはならないことです。こんな無茶苦茶な法律が本当に制定されてしまっているのだろうかと耳を疑いたくなってしまいますよね。仮に日本の企業で働いている中国人が徴用されると、彼らの給与を日本の企業が支払うことになります。この国防動員法は驚くべきことに、中国国内の中国人のみならず、現在日本にいる大量の中国人も対象になります。中国政府が有事だと判断するだけで、世界中にいる中国人が破壊活動や軍事活動を起こす可能性があると考えると、もはや一言ではありませんよね。ここまで狡猾で身勝手な法律があったのでは、安心して事業をすることは難しいです。この法律が発令されたとしたら、一体どんなことが起こってしまうのでしょう。そんなものに従わなければいいじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、もちろん中国の人々も好きで従う人ばかりではないでしょう。親族を中国に残している在日中国人は中国政府に人質を取られているようなものです。もしかしたら家族が不当に逮捕されてしまうなどということが起こってもおかしくないのです。これでは中国政府の命令に背けないと考えてしまうかもしれません。そしてこの問題は人事ではありません。下手をしたら中国にある日本の企業で働く人たちも同じように中国に人質として捕らえられてしまう可能性もあります。もしこのように破壊活動に加担せざるを得ない状況に迫られたら、あなたはどのような行動を取るでしょうか。
台湾をめぐる緊張が高まる中で、私たちにとっても決して人事とは思えないような現実が迫ってきているのです。中国には現在も多くの日本企業が進出しています。それらに関わる人々が大切な人の安全を考えた行動を決断されることを祈りたいですね。世界の情勢を受け、日本は企業の海外製造拠点を再び国内に戻す国内回帰の動きが加速しています。日本の企業の多くは1980年代後半より製造拠点を中国やベトナムなどの人件費の安い海外に移してきましたが、その後の人件費の高騰や円安により、そのメリットはほとんど得られない状況になりました。先のコロナ禍で起こった中国上海市のロックダウンのように、現地工場の製造がストップしたり輸入が滞ることで多大な損失を被るような事態もいつまた起きるか分かりません。近年の世界情勢によって、中国をはじめとした海外に依存するリスクが浮き彫りとなっています。そうした影響で日本への国内回帰が進むことになりましたが、その結果として産業競争力の向上が期待されるとも言われています。雇用の機会も増えますし、より良いものを作ろうとする意欲も培うことができそうです。今後は本来高品質であることをアピールできる日本の商品が選びやすくなるのではないかと見られています。日本の製造業は今後どうなるのでしょうか。もしかしたら新たな成長を遂げるチャンスの分岐点にいるのかもしれないですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄にお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。